解体屋は自動車解体業や建築解体業など各種解体業者の通称。イギリスの解体屋。廃車が専用のラックに収納されている。アメリカの解体屋。自分で必要なパーツを取り外すスタイルをとっている。輸出用のカットボディ。何らかの理由により廃車となった自動車から金属マテリアルごとに分類しての金属販売や。 程度が抑制利用に耐えると判断した部品を取り外し回収する業者。利用価値がある部品は全て取り外す。社外品、マフラー、社外品、ホイール、オーディオビデオ機器、エンジンなどには確立されたアフターマーケットが存在するので、ここに放出、転売することになる。その他のドア、パネルなどの外装部品、足回りやエアコン、 おき類等あらゆる中古パーツを倉庫に整理保管し、要求に応じて出荷販売する。取引相手は、国内ユーザーに限らず、部品単体、カットボディ、車両丸ごとが国境を越えた貿易の対象となることもある。引き取った車両であっても、業者側が十分に使えると判断した場合や、希少価値の高い車種の場合、スクラップにせず必要に、応じ修理して、再び国内で、 中古車として流通させることもある。だけを自動車柄などと言い,い、解体屋の敷地内に積み上げられ、自動車リサイクル法で定められた適切な期間内に、破砕業者に引き渡される。その際の金属資源の買い取りレートによって、引き渡しは優勝もしくは逆優勝になる。なお、自動車リサイクル法の施行に伴い、従来の青空解体は禁止され、屋根付きの舗装した場所で、 油水分分離層などの設備、管轄庁への届け出をした自動車リサイクルシステムの電子マニフェスト制度を使用できる業者に限り、自動車リサイクル。また、愛知県や三重県では、盗難車の解体や輸出の防止、ヤード周辺の生活環境を維持することを目的とした罰則付きの条例。 東南自動車の解体及び輸出の防止等に関する条例が施行されるなど、解体業をめぐる規制や監視は年々厳しさが増す傾向にある。複数の解体屋がグループ化し、相互の在庫を簡単に検索できるシステムを導入して全国的に販売することも多い。代表的なグループとしては、エコライン、ビッグウェーブ、SPN、NGP、パーツステーションネット、 ジョプラなどがある。日本国外ではオートサルベージやオートレッキン、オートレッカーなどの野号を掲げている場合が多く、近年では日本国内で入手が難しい国産車の部品調達手段として利用される場合がある。解体工事業を営む場合、各都道府県知事の建設業及び解体業の許可が必要となる。小規模な建物の場合、べて自社で賄う場合と、 内装、建物本体の解体のみ、あるいは、参拝の処理のみを他社に委託するケースなど様々である。大規模な再開発に伴うものの場合、すべて自社で賄うことは、費用、作業効率の面からほとんどなく、一つの特定共同企業体として進めることが一般的となっている。自動販売機やエアコン専門の解体業者というのも存在する。自動車、建物と同様に、 各知事の許可及びフロン類の回収許可が必要である。廃車解体、中古部品販売という業務の性質上、特に走りや作品ではたびたび登場する。湾岸ンンミッドナイトや、オーバーレブ、ジゴロジゴロウなどのように主人公の車両を、解体屋で入手するというネタが組み込まれるケースもまま、あるほか、頭文字 D においても、解体屋で 4AG のエンジン見つけてというセリフが、登場する。 またオーバーレブ。においては、愛カの隠された暗い過去を表現するカットの一つとして、かつて彼女が乗っていたがバトル中に廃車になってしまった CRX が解体屋のクレーンで釣られ、ヤードに積み上げられていくというものがあった。ありがとうございます。